g オンは、インテルがサーバーあるいはワークステーション向けに製造販売している、X86 命令セットを持つ CPU 用のマイクロプロセッサのブランド名である。一部には、ゼオン・キセオン・クセオンと読む人もいるが、インテルによると、日本語での故障は、インテル g オンプロセッサーになると回答している。1995年に登場した Pentium Pro の P、 6マイクロアーキテクチャをベースとして開発され、その後もネットバーストマイクロアーキテクチャ、コアマイクロアーキテクチャ、ナヘラムマイクロアーキテクチャ、サンディーブリッジマイクロアーキテクチャ、IB ブリッジマイクロアーキテクチャなどを用い製品展開している。g ンは、いわゆる一般向けパーソナルコンピュータに使われる、ペンティアムプロ以降のペンティアム系の製品と系統は同じものであるが、 性能技術面で先行した機能を搭載している。2007年時点で標準的となったマルチコア化なども G オンが先行、またペンティアム系と比較し、プロセッサー以外の周辺アーキテクチャも先行しているため、歴史的に時間的性能差が1から3年分程度ある。その時間的性能差を無視すれば、ペンティアムとセレロンの性能差関係を G オンと、 ペンティアムとの関係に当てはめることができ、X86K のプロセッサでは最高の処理能力、処理速度を有し最上位に位置する製品である。GON の製品故障において、マルチプロセッサ環境をサポートする製品には、マルチプロセッサーを意味する MP が GON の後ろに付されている。ただし、プロセッサーナンバーを製品名として採用した製品以降では、 MP の故障は用いなくなっている。デュアルプロセッサー対応の G ンについては、デュアルプロセッサーを意味する DP が付される場合があるが、インテルの公式な名称ではなく G ン MP ではないことを明示する便宜的なものである。さらに、これらとは別にユニプロセッサとしてしか動作しない G ンも存在するが、プロセッサーナンバー導入以降に登場しているので、区別は容易である。 自作パソコン市場へも流通しており、主にハイエンドマシンの自作に使われることもある。ただし、サーバーあるいはワークステーション向けに設計、製造しており、上調化や可用性の確保のため、一部のモデルを除き、オーバークロックには対応していない。三つのバリエーションに分かれている。G オンスケーラブルプロセッサーからは四つのバリエーションに変更となった。G オン第一世代。 DS2P。Pentium DS 2、P、Pent II 第二世代のデシューツをベースに等速と大容量の L にキャッシュメモリを実装し 4CPU までの SMP をサポートしたサーバ向けプロセッサである。Pentium 2を縦に2倍したロムカートリッジ上のパッケージに封入され、SC330 という専用のコネクタ形状を使用する。コードネームの DS2P は ディシューツスロットにプロセッサーの略である PSE36 に初めて対応した Pentium 3 g 五 550MHz G4 第二、世代タナー Pentium 3第一世代のカトマイをベースに等速、大容量の l にキャッシュメモリを実装し 4CPU までの SMP をサポートしたサーバー向けプロセッサー。G4 第三世代カスケーズ ペンティアム3第2世代のカッパーマインと同等の機能と性能を持つワークステーション向けプロセッサーである。ペンティアム3との際はコネクタ形状が SC242 から SC332 変わっているという点だけであり、ペンティアム3と同じくに c p u までの SMP しかサポートしていない。マルチプロセッサー向けのカスケーズ、カスケーズ MP。 ペンティアム3ジ g 音を改良し、4から 8CPU までの SMP をサポートしたサーバー向けプロセッサである。1MB または 2MB の2次キャッシュメモリを CPU 台上に実装している。ソケット8、スロット1、スロット2、ソケット370は形状など違いはあるが、電気的にほぼ互換性があり、スロット1、ソケット8、 スロット1ソケット370、スロット2スロット1、ソケット8ソケット370、スロット2ソケット370への変換基盤が販売されていた。g オン n 1.7GHz Pentium 4世代以降、Pentium 2や Pentium 3といったベースとなった CPU の名称は外され、名称は単に g オンとなった。g オンの名称はインテル製。 デュアルプロセッサ対応 CPU と同義であったが、2006年9月に、コンロコアのシングルプロセッサ版である g ーオン3 0 0 0番台が発表されたため、複数プロセッサをサポートする製品というくくりは消滅し、以降は、インテルの X86 系のサーバーワークステーション向けプロセッサの総称となっている。なお前述の通り、マルチプロセッサ向けの g ーオン m p と区別する場合に、 G-On DP, G-On ッ p と呼ぶ場合があるが、これは俗称である。Pentium 4第一世代の、ウラメットをベースに、2 CPU までの SMP をサポートした、ワークステーション向けプロセッサである。ソケット603に合致する、2 CPU までの SMP をサポートした、サーバーワークステーション向けプロセッサごく初期のプレストニアを除き、1個の CPU で2個相当の、 CPU として利用ができるハイパースレッティングテクノロジーが利用できるようになった。つまり 2CPU 構成の場合では合計 4CPU 相応になる。プレストニアと同世代の GON MP にあたるギャラティンの相違点は3次キャッシュメモリの有無である。2003年下も半期から上位の GON MP 向きに開発されたギャラティンを流用した3次。 キャッシュメモリを装備した製品が販売された。ソケット603、またはソケット604に合致する。サポートする FSB は5 3 3ヘルツ2時、キャッシュメモリは5 1 2イト3時、キャッシュメモリは持たない。競合企業である AMD の製品性能の向上により、G4MP 用として発売していた3時。 キャッシュメモリを実装するギャラティンを流用して、性能の向上を狙った製品である。3次、キャッシュメモリは1メガバイト及び2メガバイトを実装している。製造プロセスルールは90ナノメートルに CPU までの SMP をサポートしたサーバーワークステーション向けプロセッサである。AMD64 を踏襲した64ビット拡張、インテル64が採用され、 動作クロックとコア電圧を変更する拡張版スピードステップを搭載している。サポートする FSB は533、800MHz。2次、キャッシュメモリは 1MB まで対応。対応するチップセットは、インテル E7525、E7520 など。なおその他機能として、SSE3、ハイパースレッティングなどの機能もサポートする。 トランジスタ数は1億2500万。ラインナップは 2.8GHz3.6GHz まで。製造プロセスルールは90メートル。ネコナの後継、サーバーワークステーション向けプロセッサーである。ネコナ同様インテル64に対応するほか、スピードステップのサーバー向け拡張機能である、デマンドベースドスイッチングにも対応している。動作周波数は 3.6GHz。 3.4GHz、3.2GHz、3.0GHz、2005年9月27日には 3.8GHz、2.8GHz がリリースされた。L にキャッシュメモリは 2MB。Pentium 4のテハスを開発中止したことにより、テハスと同じ機関技術を採用するはずだった。この製品もまた開発中止となった。 最初のデュアルプロセッサ向けのデュアルコア G オンは当初デンプシーをベースにする予定であったがデンプシーの開発遅れにより急遽マルチプロセッサ向けのパックスビル MP にデュアルプロセッサ向けの変更を加えて発売されたプロセッサ周波数表示として A, B, C, D, E が製品名に付与されたラインナップは電圧サポートする FSB キャッシュメモリの量などによって区分されていた。5000系のプロセッサに移行するまでの数ヶ月程度の販売期間だったため、流通量はかなり少ない。FSB800MHz のデュアルコアの G オンと考えればよい。2006年第2四半期に発表されたプレサラーをベースにしたワークステーションサーバー向けプロセッサである。デュアルプロセッサ向けの G オンで初めて。 プロセッサナンバーが与えられた。G オンには5000番台が与えられていて、5000番台の最初の製品であることからこのプロセッサの総称として、デュアルコア G オン5000あるいは 50X レー呼ばれる。L にキャッシュメモリは各、コアごとに2メガバイト、合計で4メガバイトとなる。Pentium 4第1世代のウィラーメットをベースに、HT テクノロージー、大容量3 g キャッシュメモリを搭載し、4CPU までの SMP をサポートしたサーバ向けプロセッサである。Pentium 4第2世代のノースウッドをベースに HT テクノロージ、大容量3次、キャッシュメモリを搭載し、4CPU までの SMP をサポートしたサーバ向けプロセッサである。また、この CPU から SMP 機能を削除した Pentium 4 Extreme Edition が、 派生開発された。後術のポトマックの開発の遅れのためのコーナーにマルチプロセッサ向けの改良を加えて発売したプロセッサのコーナーと同じコアであるため3次キャッシュメモリを搭載しない。ポトマック用に開発されたインテル E8500 チップセットがサポートする 667MHz の FSB に対応する2005年前半発売の ペンティアム4第3世代のプレスコットをベースにしたサーバ向けプロセッサである。最大8メガバイトの3次キャッシュメモリを搭載し対応する FSB クロックが667メガヘルツに高速化されている。2005年11月1日付で発表された4ウェイ以上のプロセッサ向けのデュアルコア G オン。第1世代、ペンティアム D。 スミスフィールドをベースにしたサーバー向け CPU である。パックスビルでは当初予定されていなかった GOON DP タイプが発売されることになり、本来のパックスビルはパックスビル MP と名称が改められた。GOON で初めてプロセッサナンバーが付され7000番台を名乗る。一般的に信号線の動作クロックが速くなるにつれてノイズが増えるなど障害も増える。そのため、 複数の CPU でバスを共有する構成をとっていた G オンでは、マルチプロセッサは、ユニプロセッサの Pentium 4に比べて、FSB の動作クロックを低くせざるを得ない。逆にクロックを高くすると、CPU の個数に制限が生じ、FSB が 800MHz の状態では1本の FSB に3ロードしか接続することができない。つまり Pentium D と同様の MCM 形式で、 デュアルコア製品を製造した場合、既存の FSB では動作クロックを引き下げる必要があり、性能の低下が避けられない。そこでパックスビルでは、内部の2個 CPU コアのバスインターフェースを統合することで、CPU 全体で1濃度とすることで、FSB の動作クロックの低下やマルチプロセッサへの対応を柔軟なものとしている。2006年8月29日に発表された。 マルチプロセッサー向け g ンである。プロセッサナンバーは7100番台。各コアに1メガバイトの2次、キャッシュメモリとともに、コア間で共有された16メガバイトの共有3次、キャッシュメモリを搭載する。ネットバースとマイクロアーキテクチャ採用製品では、最終となるため、同アーキテクチャ採用製品のうち最も性能が、優れている。また、各種の省電力機能も実装され、 巨大な大サイズの割には消費電力は少ない。FSB667MHz と 800MHz の2種類が販売された。ようなことコアデュオがベースのデュアルコアプロセッサである。製品名は g 4 l v 低消費電力、低発熱が売り。ただしハイパースレッティングテクノロジーとインテル64には未対応。65ナノメートルプロセスルールで製造。 一時期 2.00GHz と 1.66GHz のリテール品も出荷されていたが、その後はバルクのトレー出荷のみとなっており、ブレードサーバーや組み込み機器用途に供給された。コンロを2006年9月に発売されたプロセッサで、ある。ハードウェアとしてはデスクトップ向けコアにデュオとほぼ同等。また、豊富なコアにデュオ用、マザーボードの流用を前提としており、 FSB は 1066MHz であと 2333MHz 製品が追加された。パッケージも LGA775 とコンロのコアにデュオート相違がない。L にキャッシュメモリは3040、3050が 2MB、それ以外は 4MB である。ケンツフィールド2007年1月7日に発表された。デスクトップ向けコアにクワドとほぼ同等。 クローバータウンと同様に65ナノメートルプロセスルールで設計、製造され、L2 キャッシュメモリは、同台上のコア間で共有するごとに4メガバイトあり、合計で8メガバイトとなっている。ウルフデールコンロの後継製品である。2008年1月7日に発表され、26日より出荷が開始された。45ナノメートルプロセスルールで製造された。L2 キャッシュメモリは6メガバイト。 E3110 は、ほぼ同等品にあたるコアニデュオ E8400 が、発売当初極端な品薄になった際、代替品として広く流通した。ウルフデール、CL コアニデュオ、セレロンで存在したコンロ CL の、後継製品である。45ナノメートルプロセスルールで製造された。L にキャッシュメモリは3メガバイト、6メガバイト。LGA771 であることと、 末尾が3内種4であるため LGA775 版との判別は容易である。L3014 は LGA771 の CPU で唯一 VTX を搭載しない。i5100 チップセットを採用したシングルソケットの LGA771 サーバに組み込まれ使用されたヨークフィールドカンスフィールドの後継製品である。 2008年1月7日に発表され、同年3月24日より供給が開始された。45ナノメートルプロセスルールで製造された。ヨークフィールド CL クワットコアプロセッサであり45ナノメートルプロセスルールで製造された製品である。L にキャッシュメモリは6、12メガバイト。他の CLK 同様、LGA771 であることと、 末尾が3であるため LGA775 版との判別は容易である。i5100 チップセットを採用したシングルソケットの LGA771 サーバに組み込まれ使用された。ウッドクレスト2006年6月26日発表のワークステーションサーバー向けデュアルコアプロセッサー。 シリーズ全体の商品総称としては、デュアルコア G45100 と呼ばれる。65ナノメートルプロセスルールで製造されており、大サイズは142平、mm、方ミリメートル、インテルコアマイクロアーキテクチャーをベースに、サーバーワークステーション向けに設計されている。インテル64に対応、ハイパースレッディングテクノロジーには対応していない。L にキャッシュメモリはデンプシーが、 コアごとに 2MB の合計 4MB であるのに、対し、ウッドクレストは 4MB を2つのコアで共有し、状況によりコアごとの使用率を変化させる。上位製品には CPU 使用率などに応じて、動作周波数と動作電圧を変化させる、省電力機能デマンドベースドスイッチングを持つ。FSB はメガヘルツ、h 六十六メガヘルツ。 800MHz。熱設計電力は5160の初期フォートマスクのみ、80W で、それ以降は 65W 製品と低電圧版の 40W と 35W 製品が用意されている。ソートランジスタ数は2億9100万個。各コアのパイプライン段数は14段で、ス3、インテルアドバンスド、スマートキャッシュ、インテルスマートメモリーアクセス。 バーチャライゼーションテクノロージ、デマンドベーススイッチングなどの機能を搭載している。クローバータウン2006年11月14日に発表されたクワッドコアプロセッサである。65ナノメートルプロセスルールで製造された。商品名はクワッドコア g ン5 3 0 0 TDP は80ワット。また、TDP を50ワットに抑えた。 GON L5300K と TDP を 120W に拡張した GON X5300K を発売した。トランジスタ数は5億8200万、台サイズは143平、mm、方ミリメートルに2個のウッドクレストの台を1つパッケージに入れたデュアル台のプロセッサである。L2 キャッシュメモリは 同台上のコア間で共有する 4MB が2個あり、合計で 8MB。インテルは以前から半導体台のバリエーションを増やすことに消極的であること、クワットコア製品を AMD 社のオプテラに先駆けて投入すると明言しており、デュアル台は双方に利点がある。また、1台でのクワットコアよりも不良率が約2割ほど低下するとしている。 一台でのクワットコア製品は45ナノメートルプロセスルールで投入の予定。一部、X5365 の TDP150 ワット版製品を搭載したコンピュータも存在したが、CPU 単体でのリテール販売はなかった。ウルフデール DP ウッドクレストの後継製品である。2007年11月12日に発表されたが、E5205 を除き、 バルク品のトレイ出荷以外の供給は開始されていない。45ナノメートルプロセスルールで製造された。L 2キャッシュは6メガバイト。ハーパータウン2007年11月12日に発表された。クローバータウンの後継のペンディン世代のプロセッサで、45ナノメートルプロセスルールで製造された。キャッシュ12メガバイト、トランジスタ数は8億2000万。 大サイズは107平方ミリメートルに、4 5ナノメートルプロセスルールでは、はい、軽ゲート絶縁膜とメタルゲートを採用。また、ハーフクロックディバイダーによって0.5刻みの倍率で、プロセッサを動作させることにより、大幅なクロックアップを実現した。FSB1600MHz 製品はバルク品のトレイ供給のみとなっている。ホワイトフィールド2007年投入予定で、 65ナノメートルプロセスルールで製造する G オン AMP である。将来のイタニウム2と同じ CPU バスを採用するとされていた。しかし、イタニウム2の開発が遅れており、AMD の激しい追い上げから営業的判断で次世代 G オンの延期は認められず、イタニウム2の開発進捗と補償を取るホワイトフィールドの開発は中止もしくは延期された。その一方で、 ホワイトフィールド自体の開発遅れも開発中止になった要因であることが報道されている。一台でのクアッドコアとして開発されていたが、コアマイクロアーキテクチャ最初の製品が一台でのデュアルコアまでを念頭に開発されていたため、大幅な改良を要すこととなり、現実的な時間内での完成が見込めなかったからとされる。その代替として、イタニウム2と共有しないタイガートンが、 改めて計画された。タイガートン2007年9月5日に発表された製品である。開発中予されたホワイトフィールドの代替として G4MP として初めてコアマイクロアーキテクチャを採用した。ホワイトフィールドの計画中止により当初の予定から性能は大幅に後退し同世代のデュアルプロセッサ G4 とほぼ同じである。プロセッサナンバーは クアットコアのタイガーテン QC が7300番台、デュアルコアのタイガルテン DC が7200番台、タイガーテン QC タイガルテン DC ダニントン2008年9月16日に発表されたタイガードンの後継製品である IA-32 発の6コアのプロセッサー、ヘキサコア製品とクアットコア製品が用意された、先行発表された ヘキサコアの大写真によると、一つの台に、デュアルコアであるペンディン 3M を3個配置、合計で6コアとなっている。台のペンディン 3M で埋まらない部分を、L3 キャッシュと合い、大エリアで埋めている、複数コアを実装しながら、コンポーネント配置が、天体称でも、線体称でもない珍しいプロセッサである。ダニング10。 ヘキサダニングってん QC ネハルム WS2009 年3月30日に発表された製品である。コアイ7のブルームフィールドと同じ基本構造だが、コアイ7と異なり ECC メモリに対応している。CPU にメモリコントローラーを内蔵し、メモリとの同期クロック周波数は1333、1066メガヘルツの2つに応じる。 ただしメモリスロットへのモジュール装着個数によって同期クロックは変化し、例えば6個装着時は 1066MHz と装着個数が増えると同期可能なクロックは低下する。この制限はメモリジュールの実装着数に依存するがメモリスロットの実装数とは無関係。同様にメモリ送料とも無関係。モデルナンバーは3500番台、対応チップセットは X58 リンフィールド2009年9月6日に発表されたメインストリーム向けなヘラムとなる45ナノメートルプロセスルールで製造されノースブリッジ機能を CPU に完全に統合したクワッドコアプロセッサである CPU と PCH のフォックスハローと呼ばれる2チップ構成のプラットフォームになるとされ CPU は ECC およびデュアルチャンネル DDR 3メモリをサポートするとともに PCI Express Gen 2を16レーン接続できる。レーン構成は SKU によって X161 本か X82 本のいずれかを選択可能。PCH とは従来 MCH と EH との接続に使われていた DMI で接続される。ソケットは LGA1156。対応チップセットは i3400, i3420, i3450。クラークデール2009年9月6日に発表されたエントリー向けなヘラムとなる。32ナノメートルプロセスルールで製造され、ノースブリッジ機能を CPU に完全に統合したデュアルコアプロセッサである。CPU と PCH のフォックスハロと呼ばれる2チップ構成プラットフォームになると、され、 CPU は ECC およびデュアルチャンネル DDR3 メモリをサポートするとともに PCI Express Gen 2を16レーン接続可能である。レーン構成は SKU によって X161 本か X82 本のいずれかを選択可能。PCH とは DMI を4レーン用いて接続する。ソケットは LGA1156。対応チップセットは i3400, i3420, i3450。ネハレム EP2009 年3月30日に発表された製品である。以前の開発コードネームゲーネスタウン DP と呼ばれ、デュアルコア製品は DC、クワットコア製品には QC と派生コードが与えられていたが、開発コードネームはナヘラム EP に変更統一された。 CPU に3チャンネルのメモリコントローラーを内蔵し、メモリとの同期クロックに1333、1066、800の3つのグレードが用意されている。ただしメモリスロットの実装本数によって、同期クロックは変化し、1333MHz 対応製品でも12本実装時は 1066MHz、それ以上実装時は 800MHz と実装本数が、 増えるごとに同期クロックは低下する。ソケットは LGA1366、モデルナンバーは5500番台、対応チップセットは i5520 及び i5500、また X58 チップセット上でユニプロセッサとして稼働可能である。なお、モデルナンバーの前に付くアルファベットは W=TDP130W、w X イコール TDP95W、E イコール TDP80W、L イコール低電力モデルを表す。ジャスパーフォレスト2010年2月12日に発表されたリンフィールドをベースとしたストレージ、組み込み機器向け DP、UPG オンである。ソケットは LGA1366 だが、リンフィールド同様、I、O コントローラも統合されているため、 インテル3400チップセットが必要となる。ネハレム EX2010 年3月31日に発表されたナニントンの後継製品である。以前はベクトンと呼ばれたナヘラムマイクロアーキテクチャに基づく製品である。キャンセルされたホワイトフィールドの目的であったイタニウム2との CPU バスの共通化を果たすとされている。 しかしバスの信号レベルでの互換性にとどまり、マザーボードの共有はさらに将来の製品で実現するとして延期された。ソケットは LGA1567、ウエストマヤ WS2010 年3月16日に発表されたネハレム WS の後継製品である。32ナノメートルプロセスルールで製造され、 CPU1 個につき6コア12スレッドまでの処理が可能。ソケットは LGA1366、ウエストメア EP2010 年3月16日に発表されたネハレム EP の後継製品である。32ナノメートルプロセスルールで製造され、CPU1 個につき6コア12スレッドまでの処理が可能。最上位の X5698 では、 コア数が減るものの、クロック周波数が 4GHz を超える。ソケットは LGA1366 で i5520 及び i5500 のタイラーズバーグプラットフォームとの互換性を持つ。ウエストメア EX2011 年4月6日に発表された。ネハレム EX の後継製品である。32ナノメートルプロセスルールで製造され、 CPU1 個につき最大10コア20スレッドまでの処理が可能。パッケージは LGA15673D サンディーブリッジ世代の製品である。今週間向けパソコン用 CPU では第2世代インテルコアプロセッサに相当する。全プロセッサがインテルバーチャーライゼーションテクノロジー、インテルバーチャーライゼーションテクノロジー4ディレクテッド IO、o インテルトラステッドエクセキューションテクノロジー、インテルアイスニューインストラクションズに対応する。2011年4月6日に発表されたエントリー向けサンディブリッジとなる。32ナノメートルプロセスルールで製造され、一部モデルは GPU を内蔵する。g n e 3から1100はブレードサーバー向け。パッケージは以下の通り。 2012年3月から販売。E5 から4600ファミリー及び E5 から2400ファミリーは2012年5月から販売。1600MHz に対応しているメモリであってもも、1チャンネルあたりに DIMM の場合 1600MHz、または 1333MHz、3DIMM の場合は 1066MHz、または期待応となる。 メモリモジュール規格は DDR3、DDR3 リットルよびルディム、UDIM、LRDIM に対応する。パッケージは以下の通り。パソコン向けでは第3世代インテルコアプロセッサに相当する。エントリー向け IB ブリッジとなる。22ナノメートルプロセスルールで製造される。GOE3 から 1200V2 シリーズの数字の末尾が5のモデルは GPU を内蔵する。 g n e 3から 1100V2 はブレードサーバー用。g n e 3から 1100V2 の開発コードはグラッテン。発表日は以下の通り。パッケージは以下の通り。前世代の E5 は最大8コアだったが、本世代は最大12コア。発表日は以下の通り。パッケージは以下の通り。開発コードは以下の通り。2014年2月19日に発表。 E7 は3年ぶりの更新。前世代の E7 は最大10コアだったが、本世代は最大15コア。パッケージは LGA2011。開発コードは IB ブリッジ EX。インテルランシュアテクノロジーとしてメモリー RAS 機能とシステム RAS 機能を搭載。今週間向けパソコン用 CPU では、第4世代インテルコアプロセッサに相当する。 2013年6月4日から順次発表。ソケットは LGA1150。2014年9月9日に GOE5 から 1600V3 と GOE5 から 2600V3 を発売。2015年6月1日に GOE5 から 4600V3 を発売。前世代の E5 は最大12コアだったが、本世代は最大18コア。対応メモリは DDR4 ストラムになった。E5 から 4627V3 のみ、ハイパースレッティングが使えない。2015年5月5日に、GOE7 から 4800V3 と GOE7 から 8800V3 を発売。最大18コア。今週間向けパソコン用 CPU では、第5世代インテルコアプロセッサに相当する。2015年3月9日発表。 G1 シリーズでは初めてのソーク。メモリコントローラー、統合、i、O コントローラー、2機の1 0 g b i t e t h e r n MAC を内蔵。内蔵 GPU はなし。2015年6月2日に GOE3 から 1200V4 を発表。2016年6月6日に GOE7 から 4800V4 と GOE7 から 8800V4 を発売。 最大24コア。インテル g ンプロセッサー e 3系2 0 1 5年10月20日に g ン e 3から 1200V5 よび g ン e 3から 1500MV5 を発表。システムバスの転送速度が最大九 g t s メモリ帯域が 34GB-S。今までと違い、スカイレーク世代の g ンは C232 もしくは C236 チップセットを必要とする。インテルジオンプロセッサー DK2018 年2月7日に g ン d 2 1 0 0を発表。14ナノメートルプロセスルールで製造される。パッケージは FCB が2518を採用。g ンブロンズ及びシルバージーオンゴールド g ンプラチナムパソコン向けでは第7世代インテルコアプロセッサーに相当する。 エントリー向け KB レークとなる14ナノメートルプロセスルールで製造される GOE3 から1500エブはモバイル向け2017年1月3日に発表2017年3月28日に発表パッケージは以下の通りパソコン向けでは第8世代インテルコアプロセッサに相当するエントリー向けコーヒーレイクとなる14ナノメートルプロセスルールで製造される 2018年7月12日に発表。パッケージは以下の通り。エントリー向けコーヒーレークリフレッシュとなる。14ナノメートルプロセスルールで製造される。2019年5月28日に発表。パッケージは以下の通り。インテル G4W プロセッサ W-2200K2019 年10月7日に W-2200 シリーズを発表。 インテル g ン w プロセッサナ W-3200K2019 年6月3日に W-3200 シリーズの情報公開。2019年4月2日発表。2020年2月24日にカスケード、レイクリフレッシュ版発表。スカイレイク SP 世代とは以下の点が異なる。g ンブロンズ及びシルバー g ーンゴールド g ンプラチナム。 インテルジオンプロセッサー DK2019 年4月2日発表インテルジオン W プロセッサー W-1200K2020 年5月13日発表パッケージは以下の通りインテルジオン W プロセッサー2020年5月13日発表パッケージは以下の通り2020年6月18日発表カスケードレイク SP 世代とは 以下の点が異なる。G4 ゴールド G4 プラチナム、インテル G4W プロセッサー W-3300K2021 年7月29日に、w、W-3300 シリーズを発表。2021年4月6日発表。10ナノメートルで製造されており、クーパー RX 世代とは、以下の点が異なる。シルバー G4 ゴールド G4 プラチナムパソコン向けでは、 第11世代インテルコアプロセッサに相当する。インテル g ン w プロセッサ W-1300K2021 年5月6日、リスト公開。特徴は以下の通りパッケージは以下の通り。インテル g ンプロセッサー、e、E-2300K2021 年9月8日に発表。特徴は以下の通り。パッケージは以下の通り。 G-ON には以下のプロセッサオプションがある。パソコン向けでは、第11世代インテルコアプロセッサに相当する。インテル G-ON W プロセッサ W-11000K2021 年5月11日発表。特徴は、以下の通りパッケージは以下の通り。G-ON のブランドを冠しているが、全く別物であり、X86 互換のメリー。 コアタイプのコプロセッサを搭載した並列コンピューティング用の演算ボードである。ありがとうございます。